夕まずめだ今。お今から。延長。あ延長だってよ。お疲れ様でした。母さんお疲れ、モンさんお疲れ。3点でない、マイナス3点なの、部長がいなくなってからようやく1匹釣れました。やりましたね。これで3点ゲットなん でマイナス3点です。ちょっとよくわかんないけどなんかトータルマイナス3ですね。これで6点。はい、風。おお、結構密度が。風と車庫の密度で、バケツの中はいい感じ。私はナイス。来ましたね、玉大先生。大先生来ましたよ。3枚目。3枚目です。かわいいハゼちゃんですね。ああ、いいですね。追い上げております。少し暗がりになってきたので、今度夜行系のちょっと白に重りを変えてみましょう。おお、そういう、ね、考えつきような。そんな考えてますね。いろいろやってみないとね。やりました。やっと釣りました。釣りました。やりました、ね、1枚目。これで2点。クラス2ですね。クラス2です。すごい。よし。なかなか両方じゃないですか。結構いいですね。うん、結構いいですよ。来た来た。やっと。やっと来ました。これなんだ。葉っぱ。これ何？葉っぱじゃない。これ紐。ああ。紐は部長に何点か聞いてみますね。それは何ですか。どういう時間になったんだろうね。そこら辺なんかちょっとさ、マイナスになるわ。これは紫。ですね。
何ですかね。石持ちなの。石持ちじゃない。石持ちですか、これは。何ですか。あ、石持ちの歌舞伎役者みたいな顔してる。なるほどね、目がね。役者のような顔を持ってない気持ちです。これはおそらくマイナスと言われるでしょう。ってマイナス割に合わないということは積んない方がいいんだよ。積んない方がいいってことなんですかね。ムネゾウルールヒットヒット。お、これハゼです。お、ハゼだ。ハゼ、ハゼ来ました。これで、まあ、まだ石持ちの点数がわかんないからな。石持ちの点数わかんないね。ゴミ、ハゼ、石持ち、ハゼ。まあ、石持ちが一体マイナス何点と胸蔵からに言われるかで、カズッピがゴミ。あれ、ハゼ。ゴミ？はい。はい？何？はい。はい。はい、貝だとゴミと違うんでマイナス3の可能性があるんです。いやー、やばいやばいやばお、やりました。おお、ハゼ、すごい。三。よし。やりました。ゴミ、ハゼ、石持ち、ハゼ、ハゼ。なんか変なのしてるの？ああ、マイナスだ。またハゼだ。俺はハゼが来ましたよ、また。来ましたハゼ。連続ヒット。赤間大先生は今何か変なのを釣ったようです。何それ？石持ちはまだ点数が分かっていません。ただ俺はハゼです、また。おお、すごい、かわいそう。4匹目。すげえ。あー、なんかいいぞ、よし。追い上げすごい。追い上げがすごいですね。もう結構なサイズの石持ちです ね。素晴らしいですね。結構いいファイトだよ、はい、ただ点数的にはマイナスが可能性高いです。マイナスの可能性高いですね。まだね、今部長に聞いてますから、石持ちが何点か。黒ひょうが2匹目のハゼです。なんだっけ、最初シャコフグ、シャコフグでマイナス6になったとこにハゼ、ハゼで今0点です。0点、今0点です。ようやくスタートラインに立ちました。あ、いいですね。はい、こっからですね。そうです、こっからです。頑張ります。はい。はい、夕方釣れたハゼです。そうですね。あ、貝が釣ってきた。あ、そうですね。あの貝でマイナスを受けると赤間さんと、あ、でも 5つってっからね。15が、まあ、15点取ってっから。貝が何点、貝が何点と言われるからね。ええ、見たいですよ。石持ち。これはまたマイナスの。まだね、石持ちの点数は分かってませんから。ただマイナスということだけは確かです。え、ハゼ、ハゼさん一持ちに入ったね。ハゼ4、ハゼ4、なんか忘れちゃった。ハゼ4、ハゼ4の一持ちに。この野郎、ほんと自分釣ったやつだけいただいていこうか。ええ、全部持ってってくださいよ。これを全て持ってってください。いやいやいや、いやいやいや、全部どうやってするね。食べてもらうのが一番ですよ。
いやいやいや、そうです、ハゼ10ぐらい入ってるじゃん。そう、ハゼ10以上あるんじゃないですか。10以上だよね、うん、クロダメ、あ、何かやらかしましたよ、モンテッツン、黒ヒョウが。まさか、何でしょうか。石餅やっちゃった、俺も。石餅、やっと振り出しに戻ったところが、これでマイナスは確実。嘘だね。通常喜んでいいところですよね。今回は喜べません。喜べねえ、マイナス3点に逆持ってんの。結構大きくないですか。これ結構いいんじゃない。結構大きいですね。はい、見せてくださいカメラに。どうぞ。ああ、石餅釣りました。うわー、プラスでいいんじゃないの、これプラス1とかで。大きいの2つ持ってきます。全て、いやいやいや、お願いします。ハゼ君、うわ、連れてってくれって連れてってくれって言ってます。いやいや、気持ちだけいただいて。そうですか、気持ちだけいただいて帰りますんで。気持ちだけに。皆さんご苦労様です。お疲れ様でした。またやりましょう。はい、やりましょう。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。確かにフグはいけないものを釣ってしまいましたけど。フグ忘れた。これで負けなんですもんね。フグじゃなくてハゼ釣らないと。もうハゼ釣れる気配ないんですけど。なんで？なんかそういう時間？そういう時間で、ね。今度アナゴタイムになっちゃいますよね。なっちゃう。石餅とアナゴじゃない？うわー、石餅確かに。これなりに。これならみんなマイナスなの。ですわね。確かにルール上釣れない方がある程度勝ちにつながる可能性はありますよね。そういうことだね。負けはないみたいな。船蔵はまあゼロです。そう、ゼロ点だね。